Jeremy Vine here on BBC, Radio 2, and BBC、ほとんどの人にとってはある意味日常の一部です、しかし10年ごとにこの放送局の在り方に対し政府がものを言うことができます。 ジョン・ウィティングデール文化大臣はスピーチの冒頭から明らかなメッセージを発信していましたすなわち BBC は他のチャンネルとはっきりとした違いがあると証明できればストリクトリカムダンシングのような番組を作り続けて人気を保てるというのですウィティングデール文化大臣です編集者たちは新番組を作るとき単に視聴率が取れるかというよりも一貫してこのアイデアは十分に革新的でクオリティが高いかと自問自答すべきです ウィティングデール大臣の放送白書では11年後までの BBC のライセンス料徴収と特許状を確認したほか監督機関 BBC トラストを廃止し独立規制機関オフコムが監督を引き継ぐと決まりましたまた主要な職員や出演者の報酬が公開されます全てではありませんが45万ポンド7000万円以上の報酬については明かされます 司会者のクリス・バンズさんです私たちのような職業に就く人間が普通の人と比べて給料があまりにも高いのはよく知られていることですし大ニュースというわけでもないと思いますこの仕事に就くためなら何でもするという人がいるような仕事だしお金を払ってでもやりたいと思うようなことができます払えればですがお金では手に入れられない場合さえあることをいずれにせよ私たちのほとんどはパートタイムですだから給料下げればいいんです私だったらそうしますそんなに難しいことではありません 日曜日。日曜日 ウルルフホールのピーター・ーーのピピタコスススミンスキー監督が BBC をを擁護する熱烈なスピーチししました今回の放送白書は一部で懸念された大改革とはほど遠かったもののコスミンスキー氏は少なからず不安があります特に BBC の新たな役員のメンバーについてです役員のうち半分は BBC 側から指名されますが他は政府から指名されます首相は BBC は世界で最もよく知られたブランドの一つだと言いましたしかし BBC は世界で最も信頼されているブランド の一つだとうべきでしたもし現在のイギリス政府が BBC の編集委員会に6人の候補を指名できると世界が知れば公平な放送機関としての信頼が傷つくあるいは失われてしまうかもしれません新聞で報道されたものの実際の放送白書には入っていなかった提案があることから政府の BBC 改革は不十分だと感じる人もいます保守党のフィリップ・デイビス議員です 大胆で徹底的なものを求めていますライセンス料は廃止してほしいライセンス料が BBC の足かせになっていると思いますスカイチャンネルは BBC をしのぐ存在になっています BBC はある日気づくでしょう実際はライセンス料が足かせになっていたとでもこうしたことは番組にとってどんな意味があるでしょうウォルフォードにようこそ BBC はもっと特色を出せもっと競合を意識しろと言われました人気番組にとってこれは実際どんな意味があるのでしょうか つまり主力である BBC1 の夜の番組構成にとってです BBC1 は変わらなければと感じています昼の連続ドラマや時代劇、エンターテイメント番組などの構成から民放の ITB にあまりにも似ていると言われているのです今や番組編集者やラジオ1、2にとって問題は放送において特色とは一体どういうことかということです